はい、どうも、新宿カーボーイ金木です。伊藤です。新宿カーボーイの中年の市長でございます。はい、ですけど、そうですよ。間違った情報にはね、皆さん気をつけてください。本当ウィキペディアね、信用しない方がいいですか。はい、もう全てが正しい情報とは。金木勝則ウィキペディアってあるんですか。あ、ありますよ。ちょっとじゃあ、ちょっと久々に見てみますか。私もしばらく見てないんで、たまーに正しいのかどうかちょっとね、ちょっと照らし合わせて。照らし、はい、出てきた。これはやっぱりここで実際ウィキペディアをこの、まあ、訂正することは我々できないんであれですけど、うん、ちょっとこのね、口頭では訂正させていただきます。もし間違った情報があるんであればね。新宿カーボーイ、金木勝則はお笑いコンビ新宿カーボーイのボケ担当である。ああ、間違いないですよ。ボケ担当です。ボケてますから、普段から。目で飲むっていうボケしましたからね。明るい担当じゃないですか。明るい担当で、ボケ担当ですか。パシッとね、間違いない。1978年3月18日の45歳っていうのは合ってますか。まあ合ってますね、それは合ってますよ。合ってますよ。10万45歳じゃないですか。ああ、10万45歳っていう時もありますけどね。時もある、ね、経歴から仮の姿の時は。ああ。2002年1月19日に葉月慎一、現川北家祖太郎と一番乗りを結成。これは合ってますか。ああ、2002年でしょ。合ってますね、はい。1月19日っていうのは合ってますか。1月19日、もう1月、まあでもそのぐらいの時期ですね。寒かった記憶あるんで、うん、お、はい、出演作品、はい、テレビ、NHK、ドラマ、ゴンドラ。ああ、遠藤久美子さんと2人芝居ですよ。なってる。やりましたよ。2人だけしか出ませんからね、私。日本テレビエンタの神様。ああ、出ましたね。日テレネタの祭典。ああ、なんかあったかもわかんないですね。口コミジョニー。口コミジョニーはあれですよ。生放送の日テレの生放送で、あの、どんどこどんどん山口さんがね、はいはいはい、MC で私おでこに缶つけるっつって、なんか注ぐっつって、全然成功しなくて、失敗しすぎて、何してんねんって、声で。これは出ますね。まあ、ちょっと特技を見ましょうかね、プロフィール。特技はスキー。まあまあまあ、今はもうね、あんまりしなくなっちゃいました。じゃあこれも変えましょうね。はい、まあスキー。ココイチ 1.5 キロカレー食い。そうですね、若い頃です。昔あったからね、ココイチ。なんかその、デカ盛りみたいなね。ゴルフ打ちっぱなし。ああ、その当時、よく行ってましたよ。もう全然行ってない。じゃあ全部虚偽ってことですね。これは今もう変え、虚偽で。虚偽というか、変わっちゃったっていう。変わっちゃった。虚偽ではないです。虚偽じゃない。趣味はラグビー。ラグビーはちょっと違います。散歩。あ、まあ散歩はまあまあ。カラオケ。あ、カラオケ、まあまあ。自分の頭が入るハンチングボールサバシ。あ、昔ね、ハンチングよく買ってたけど。あ、じゃあもうこれも虚偽ですね。もう今もうハンチング。虚偽ですね。もう今キャップですから。虚偽ばっかりですね。昔の情報ですね、だいぶね。まあでも、全くの嘘ではないですね。身長は187センチ。まあ正確には6センチなんですけどね。体重105キロ。あ、今もう94キロぐらいなんで、だいぶ痩せました。ばっかりじゃないですか。いやいや、それ昔の情報が更新されてないというわけで、これアナウンス学院出身とはまた別ですからね。血液型 B 型、ああ、はい、大柄な体格と薄毛が特徴。まあまあ、衣装は赤のジャケットと白のパンツ。ああ、はいはい、そうですね。ああ、うん、なるほどね、うん、一発ギャグを得意としており、まあ、してますか。ええ、もう得意、大得意ですね。虚偽じゃない。虚偽じゃないぞ、得意としてます。うん、まあ、一発ギャグ、まあ、これ難しい、ね、ギャグの定義は難しいんですけどね、うん、代表的なギャグはペンギャグなんですが、はい、このギャグのために常に胸ポケット付きの服を着用しているおり、まあまあまあね、ダッフルコートにもつけている。ああ、はいはい、これはどうですか、興味じゃない。いや、ダッフルコートを裾をちょっと切って、その布をポケットに、まあ裁縫屋さんでやってもらったの、ペン入れるために。もうちょっとだいぶ着ちゃってボロボロになっちゃったんで、今年は着てないですけど、そんなダッフルコートね。ああ、でもあれですね、もうだいぶ虚偽はなくなってますね。じゃあもうちょっとでプロフィールあったと思うんだよな。新宿カーボーイの方であるんだよ。新宿カーボーイの方にあるのかな、うん、ちょっと見てみよう。でもまあまあ、なんとなくね、こういう、うん、こういうことで
来歴。ああ、はい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 。ああ、真珠カウボーイの芸風に、うん、金清のおでこに缶をくっつけ、その中身をコップに注ぎながら鼻で笛を吹く芸を持つ。うん、あ、はい、それはありますね。はい、やってます。他に鼻の穴に五円玉を入れて。鼻水で五円玉が酸化するまで待ち続け、五円玉をサビの塊にしてしまう芸などがある。いや、そんなんないわ。もうそれね、もう、まあ、それ知ってますよ、書いてあるのは。虚偽ですか？いや、虚偽も虚偽で、そのアナウンス学院と一緒ですよ、こんなん全くの事実じゃない。だからそれ言ってたから、もう何年前だけど、スタッフさんに打ち合わせの時に、なんか五円玉をなんかサビの塊に鼻の中でできる、それちょっとやっていただきたいんですけどって真面目に言われて、いや、それウィキペディアでしょ、それっつって。そんなんできないですよ、僕っつって。あ、そうなんですねって。そんな人いないでしょ、世の中にっつって。それはもう全くの嘘です。誰が書いたか知らないけど、まあ、誰が書いたかは知ってますけどね。え、あ、そう、あれ誰書いたの、これ。え、これは火災報知器の小林くんが書きました。あ、そうなん、あ、そうだ、思い出した。そうだ、小林さん書いたんだ、これ。もうだいぶ前にそうだ、言ったわ、俺小林さんに。その当時そんなん勝手に書くから、スタッフさんにそれやってくださいって僕言われたんですよ、つってそれが消えてないってことはまだもういいでしょ、もう。なんでそんな適当なこと書くのかな。あ、なるほどね。本当に、はい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 。あ、一応金清のとこもメンバーのとこにありますね。身長187センチ105キロ、はい、血液型 B 型、はい、言葉狩り、通称わけのわからない巨人、はい、わけのわからない巨人というわけのわからない巨人。まあまあまあ、わけわかんないかもわからないんでね、間違いないですね距離ではないです。花子の岡部君に似ているとたまに言われる、はい、実家は寿司屋で長らく両親が営んでいたが、うん、現在は全く関係ない人が寿司屋を。関係ないことはないですよ。もともと言ったら職人さんがやってるんで関係ないことはないですよ。相方の石澤曰く、店長が変わってから食べログの評価が上がったらしい。これ最近ネタで言ってるじゃんちょっと待って、ほらこういうネタで言ったやつをね、真に受けてこうやって書いちゃう人いるんだよ。真に受けてなのかなんか知らんけど最近よく言うやつじゃん、これ。うちの父ちゃんがまあ退いたというか、一応会長になったんですけどね、まあ、お店に出てなくて、それで、まあ、職人変わってから食べログが急に上がったっつって最近よくなんか漫才のツッコミみたいな冒頭で言うやつ、もう書かれてんじゃん。ほらこういう、ほら虚偽が、こんなん虚偽も虚偽でしょ、こんなもん。ダメだよ、食べログ 1.3 から 3.6 になったっていう、ね、っていうのを言うでしょ、最近言いますね、うん、それがもうウィキペディアに載ってるってことでしょ。大変ですで、これを見た人はそうなんだって、ま、真に受けるでしょ。こういう虚偽のね記載はもうダメですよ、やっぱり。信じちゃう人いますが、書いた人は面白いと思って書いたかもしれないけども、これをまた第三者第四者違う人が見ちゃうと、間違った情報として、俺はもう、でデンジャラスの安田さんに、話が長いくせにつまらないと怒られたことこれはまあ、うん、真実ですね、うん、まあまあ別にこれ安田さんに限らずの部分なんですけどね、別にね、基本的には金木はそういう人間だと思うんですよね、まあまあ、なるほど。というわけでね、ウィキペディア信じるか信じないかはあなた次第という伊沢さんなんか大丈夫ですか。俺は大丈夫、これは別に普通の虚偽なかった。虚偽なかった。いやいや、簡単に終わらせない自分のやつ。虚偽なかった。もうね、はい、まあまあそうですね、信じるか信じないかはあなた次第ということで、はい、ありがとうございました。